はい、おはようございます。ナスカルでございます。本日の動画はですね、ちょっともう店舗の方後ろに見えてるんですけれども、柏市にございます大戸屋さんに来ております。というのもちょっとねご縁があって、こちら大戸屋さんの社長の清水さんとね、ちょっと交流をねできるようになったとかいただけるようになったんですけれども、今日企画があるからうちに来てくれってことでご連絡をいただいたので、早速ねちょっとお店の方に来たんですよ。ただ僕もねちょっと全くどんな内容で呼ばれてるのかわからないので、社長の方にね何撮るのって聞いてみたいと思います。それではちょっと店内の方に参ります。よいしょ。じゃあお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様さ、はい、こいつがさ、はいはい、大食いの話してたらさ、すっごい舐めたこと言ってんだよ。はいはいはい。なんて話されてたんですか。いや、もうなんか余裕みたいな、余裕みたいな。対決するかって言ったら、勝っちゃったらさ、相手に対して失礼でしょとか言って。勝っちゃったらさ、相手に対して失礼でしょとか言って。それでさ、はい、ちょっと勝負してもらおうかと思って。そう、大食い勝負ってことですか。大食い勝負。ああ、もちろんもちろん。実は、大田屋はラーメンよりライスでもいけちゃうんだよ。あ、ライス。ライス。はい。それでさ、はい、ちょっとやってもらおうかなって。じゃあライスで今日は大食い対決ってことですか。そう。ああ、もちろんです、もちろんです。すごい自信あるからこいつ。こいつが勝ったら給料3倍にしちゃうから。給料3倍。3倍。こいつが負けたら、はい、ただにするよ、ラーメン。ラーメンただ。1日ただ。え、全部ってことですか。全部。大戸屋さん、前に動画でも話されてましたけど、ラーメンな1日ラーメン何杯で、大体今700杯か、700杯無料ってこと。ごめんなさい、ちょっとお世話になる身でこんな話するのもあれなんですけど、頭おかしいサービスです。じゃあ今日は僕が負けたら、山口さんの給料が3倍と。そうで、僕が勝ったら1日ラーメンが無料ってことです。わかりました。じゃあちょっとその勝負ぜひ挑ませてください。じゃあルール説明。はい、ラスカル君、うちの白ネギ、はい、ネギ丼、はい、辛ネギ丼、あと白ライス、はい、この3種類を30分以内に何杯食べられるか。はいはい。で、白ライスはうちのうつこうてんの無限ニンニク、刻み生姜、マヨネーズで召し上がってもらう。あ、わかりました。まあ好みだからね、何使ってもいいよ。味変し放題で。味変し放題で。はい。スタート。白ネギ丼から。はい、あいつからネギ丼食って。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。でスープ付きなんで山口さんも。はい、どうぞ。はい、いただきます。スープのおかげいくらでもできるんで。はい、はい、はい、どうぞ。いただきます。よしよし。ちょっとこれ1杯目ですね。はい、これ白ネギ丼でございます。いただきます。もうさらっとタイマー進んでますからね。急いでるみたいですよ。あ、うまっ。ラーメンも進みますね。これ、こんだけうまかったらラーメンも進みますね。これが落ちすぎるから、これラーメン負けちゃうから。あんだけパンチがあるラーメンなんで、これぐらいご飯もパンチないと弱くなっちゃうんですよね。あ、そう。下手したらライス負けちゃうからな。うん。早く来ないと負けちゃうよ、お前よ。おい、ネギが。ラスカル君、これさ、はい、こいつ、ちょっとファンにあげてもいい？少し。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい。で、お前ネギなしやらせてもらえよ。ごめんなさい。ね、ネギなしで。目は大丈夫。チャーシューマムシやれよ。どんどんやらないと、お前ダメだよ、お前よ。あ、取りうまい。これちょっと今回サービスで作っていただいた鶏スープですね。うん。一杯目は早く。これだったら大丈夫。一杯目完食です。うん。まあ、本当マジで大行列だったら食いが早くて、お前よ。時間半分よ。もういくらかかると思ってんだ、一日無料、お前よ。時間、あれ、お前、おい、どっかでスピード落ちますよ。早くやれよ、お前。
いくらかかると思ってんだよ、お前は冗談で。あんまり飛ばしてるけど。ふざけんじゃねえ、お前は。2杯目、これ、辛ネギ丼でございます。あっつ。オフじゃない、オフじゃないと早食いよ。これだけでも中毒になっちゃうでしょ。昔学生さんいてな、全員ライス買ったよな。学生さんライスだけでも OK だったな。全員ライスって時あったよね。でもこんだけうまかったらこの相当ネギ出るんじゃないですか。出る出る、すごい出る。ラーメン自体も中毒性ありますけど、この中毒性やばいですね。そうそう。学生なんか本当みんなライスとかあったの昔。うん。じゃあ3番目ライスですね。でこれめちゃめちゃうまいですよね、無限ニンニク。これうまいですよね。これもすごい。それ開発した時10キロ取ったの。このおかげで。このおかげで。10キロ取った。それとマヨネーズで10キロ取った。やばいの作っちゃったなと思ってさ。これ1杯目はじゃあこの無限ニンニクとマヨネーズで。がっつりがっつりいっぱいあるんで。はい、ちょっと次のライスでちょっと刻み生姜試そうかなと。はい。よいしょ。3枚目ね、ライスなんですけれども、これ無限ニンニクにマヨネーズをあえた特製ご飯でございます。全然食ってねえじゃないか、早く負けちゃうよ、早くよ。うわ、これやべえ。無限ニンニクやばいっすよ。ライス、これだけで十分ですね。もうおかずはこれだけで、本当に本当に勝つ気であれよ、おめえよ。来るなぁ、これ。何やってんだ、お前よ。体が言うこと聞かない。勝ったら失礼でしょとか言ってたぞ、お前。うちの母ちゃんにお前7割8割でありますから言ってたじゃないか、お前よ。笑ってる場所、笑ってる場所ねえぞ、お前。もう70万円の売り上げ吹っ飛ぶんだからな、お前。全然負けてんじゃねえか、バカ野郎、早く。ふざけんなよ、お前、本当に。俺も昔はよく食ったんだよ。5玉ぐらいは平気で食えたんだけど。5玉？うん。つけ麺5玉ぐらいいつも食ってたんだけどさ。で、昔、こいつが違うラーメンで働いてたの。違うラーメンで、はい、お客さんで行ったんだよ。つけ麺5玉あったらさ、ラーメン5玉で出し上がってこいつさ。食えるわけねえだろ、お前。ラーメン5玉とつけ麺5玉も、もう雲泥の差っすね。いやつけ麺の5玉も結構いけるけど、ラーメン5玉きついぞ。続いてこの刻み生姜、じゃあいただいちゃいますか。はい、これはもうそのまんまライスだけ、ライスかけて、これにマヨネーズ、これとこれマヨネーズ、やっぱこれもマヨネーズとか、これだけでも美味しいんだけど。切ってる、ダメだとか切っていいから。ああ、うまい。ね、お前、冗談の時で。これ、すっごいうまい。
くらでも上げすぎだろお前よ。マヨうまっ。いやでもマジ食ってるあとこれそろそろどんぶりなくなっちゃったじゃん。うん、さっきから社長に聞こえない程度のちょうどいい塩梅で、いや無理だよなとか言ってるけど、多分聞こえてないと思ってるけど絶対マイク入ってるからこれ絶対マイク全部入ってるって思いますよこれお前どこ行っちゃったんだよ今日までの自信はよお持ち帰りカウントに入れたら勝負にならねえじゃねえかバカ。え、どんだけ食ったの今。1、2、3、4、5、6、7、これ8杯目ですね。全然余裕。全然マジかあれ全然やらせなしな。いやもう普段からやらせも一切なしですね。あ、そう。え、マジ食っちゃうんだ。もう基本的にはもうガチガチにもう投資でやっぱもう8キロとか食べたりするんで、番組とかでも本当に、はい、俺もやらしだと思ってたんだけどさこんな食えるわけねえだろうと思ってたんだけどいやすげえな、ほんと食っちゃってるよ。へえ。あとじゃあ30分もう一個得点つけようか、ね、もう一個得点あと5杯以上食ったらラスカル君のメニューやるよ。5杯いけるか。13杯までいけます。いけるよ。ラスカル君メニューやるよ。どう、あと10分で5杯頑張ろう。いける。じゃあ分かりました。ここから僕もガチでいきますね。もうガチでいく？ガチじゃなかったの。分かりました。ガチでいきますね。ガチでいく。よし。スープおかわりいますか？あ、まだ大丈夫です。大丈夫ですか？はい。スープおかわりお願いします。おめえの分なんかねえよ、バカ。あげましょうよ、これ。いや、これしょっぱいから、ちょっと。おかえりください。追いついてない、追いついてない、お前ら。普通の白いもんできる。誰もライス20秒ぐらいで食うと思わないですね次の段取りでのがありますからねこれ、アディショナルタイム。もう一回、もう一回ロスタイムあるじゃん。ロスタイムある。どっちかというと、山口さんの勝負というよりかはその新作メニューのために僕は頑張ります。お前もう終わってんじゃねえかバカ終わってんじゃねえかお前よ。おい、なんでもう行列対応考えてんのかおい、もう行列対応考えてんじゃないの。俺は絶対助けないからな。いいな、電話してくんじゃねえぞ。分かったな、近隣住民対応頼むよ。いいね。いやマジで食っててよ。
げえな。すごいね、初めて見たよこれ。いや、ほぼほぼ俺やらせかなと思ってたんだけどさやらせに見えるよな、あんだけ食ったらな。さすがに。あとでも7分でもう一回白ネギまで行かなきゃいけないってことですよね、はい、うん、食っちゃってるよ、本当にすげえな。何味わってんだお前はよ。味わってる場合じゃねえんだお前はよ。もうなんだ、諦めたのか、急に伝えようか、はいじゃねえよこの野郎よ。もうこいつダメだ、急に伝えよう。考えてる、ここまでで。じゃあこれ食べ終わったら新メニューですね。ああ絶対食べる。でもロスタイムありますもんね。ロスタイムあるか。ロスタイム一本あるんだよ。喋んじゃねえよ。どうでもいいよバカ。喋んじゃねえバカ。もういけよ俺なんか。面白くもなんともねえじゃねえか、お前勝負に何もなんだってこの野郎。ああ、やっちゃった。昨日までの自信はどこ行ったんだよ。ハハハじゃねえよ。YouTube なんか見ちゃうからダメなんだよ。じゃあ一応予習をね。すげえな。一緒なくなった。こっから先おかわりがない。ね。ああないよ。じゃあここでもゴール。あ、じゃあよかったですね。それお前早めに終わると思ってます。もう一回炊くお前用意しろってあるけど。お前用意しろって言ったやつあるけど。もう一回炊く。お前、竹釣ったじゃないか、俺にさっきは。足らないでしょ、とか。結果論。結果論じゃねえよ、お前は。いやこれ4分切りました。うん、いやすげえな。食っちゃってるよ。これラスト。すいません。ちょっとハリセンごと買ってこい。ハリセン、まあ、ワンコそば。ハリセン買ってこいよ。ワンコそばだったらいけるふざけんじゃねえよ、いいわけばっかよ。いいわけばっかりしやがって、おめえやろ。ちなみにワンコだったら僕最高記録で1050兆。え100じゃなくて。なんだっけ、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 今なんつった、テレビで大体100って言う。巻き戻してってさっき言ったこと。なんつったんだっけ、ワンコならいけるって言ったよな。いや、ご飯、ご飯よりは食べられてる。1000もいる、俺すごい。1000ってなんだよ、1000。何時間ですか。1時間ちょっと、1時間かな。それでもそんな制限時間があって、10時間で。それでもせいちゃん。食ってないで飲んでんだろ、それ。うちは成功もないですよね。もう、いや、もう、あの、僕らが来るっての分かってたんで、なんかどん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 、トレーが。あー、このトレーで、あー、そういっぱい来て。一人で、グループで行ってたじゃなくて、一人で1000。おかしいよ。本当のフードファイトだよね。
へえ。お前何味わって食ってんだよこの野郎。お前この野郎。俺は一切手伝わないからな、いいな。分かったな。いやもう無理。無理じゃねえ。俺は一切手伝わないからなっつうの。100人並ぼうが200人並ぼうが。分かったな。近隣対応お願いします。警備もつけねえかんな。分かったな。一日中やってもらおうかんね。すごい。どんな話してんだよ、本当に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。制限時間残して。今あと1分ぐらい残ってますね。すごいね。ああ。びっくりした。ということで、対決の方は僕の方が勝利いたしまして、追加でいただいた条件の方も見事クリアいたしましたので、ラーメンの無料提供と、僕のね、メニューが販売することが決定いたしました。販売の内容については詳細が決まり次第、双方のツイッターで報告をさせていただきますので、そちらもぜひご確認ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。すいませんでした。あの、いい勝負ありがとうございました。いい勝負じゃない。ああ、終わりということで。いや、勝負になってないよ、お前。